韓国ドラマの中には胸キュンが止まらない素敵なカップルがたくさんいます。そこで今回はファンタジー系ロマンスドラマにスポットを当てご紹介します。まずはこのドラマです。心中の血を引く青年と断層する女剣士の切ないラブファンタジー久我の書。正義感あふれるまっすぐな性格に反してお守りの腕輪を外すと恐ろしい心中と化す元智と、男勝りで剣の腕も一流の武芸師範でありながら元智に惹かれていく純真なヨールの切ないロマンスは、幻想的な世界観と映画並みの映像美も合わせ注目されました。アクション満載でありながら元智の人間より人間らしい清らかな心に泣かされたり、二人のケミカップルぶりには胸キュン必至。そんな出会ってはいけない運命を背負い、それでも惹かれ合っていく二人の姿は最後まで見届けたくなりますね。続いてはこちら、不滅の宿命を背負ったトッケビと幽霊が見える女子高生が織りなす美しくも悲しいラブストーリー、トッケビ。高麗時代の英雄でありながら逆賊として命を落とし、神の力によって不滅の命を生きるトッケビとなったシンが、その永遠の命から解き放つことができるトッケビの花嫁と呼ばれる存在の女子高生ウンタクと900年以上の時を経て出会い、互いに惹かれ合っていく展開は多くの視聴者を魅了しました。コメディ要素もありながら、次第に明らかになる主人公たちの過去や前世は涙なしには見れないと話題に。年の差があるカップルですが、話数を重ねるごとに自然と距離が縮まっていき、最後まで胸キュンさせてくれる、そんな2人は見逃せませんね。次はこのドラマです。幽霊だけが泊まることのできる不思議なホテルで起こる特別なストーリーを描いたドラマ、ホテルデルーナ。美しくも風変わりな社長マンウォルとエリートホテリアのチャンソンの2人が衝突を繰り返し、次第に惹かれ合っていく姿は時に切なく、そしてハッピーな気持ちにさせてくれると注目されました。泊まりに来る幽霊や従業員にスポットライトを当てつつ、徐々にマンウォルの悲しい過去が明らかになり、傲慢だったマンウォルがチャンソンに甘えるようになっていく展開は胸キュンが止まらないと話題に。豪華で美しく幻想的な映像美も注目ポイントですが、笑いあり涙ありのファンタジックラブストーリーを見せてくれた2人も見どころ満載の胸キュンカップルですね。続いてこのドラマ、ロボットと人間の愛と友情を描いたファンタジーラブロマンス、君はロボット。優しさと勇気、パワーと愛嬌までを兼ね備えた理想のイケメン AI ロボット、ナムシン3と、ロボットと知らずに真の SP となったソボンの甘く切ない恋物語は、その行方が気になってしまうと話題になりました。涙を見るとすぐに抱きしめてくれたり、ピンチの時には必ず助けに来てくれるといった胸キュンプログラム満載のロボットの姿に、こんなロボットが欲しいと思ってしまう視聴者が続出。そんな2018年の KBS 演技大賞でベストカップル賞を受賞したことでも話題となったイケメンロボットと人間の恋模様は、最後まで見守りたくなりますね。最後はこのドラマです。現実世界のヒロインと漫画世界の主人公がお互いの世界で謎を解き明かすファンタジーロマンス、 W 君と僕の世界。漫画の世界に吸い込まれたヒロインヨンジュが、容姿端麗で頭脳明晰、紳士的でお金持ちという最強設定の漫画の主人公チョルと出会い、繰り広げる恋物語は多くの視聴者をときめかせました。夢のような胸キュン設定でありながら、不可解な事件を解決するといったシリアスな展開も多く、そのハラハラしてしまうギャップで一層ロマンスが際立ち、見どころ満載の2人だと話題に。そんな現実世界と漫画の中を往来するという斬新設定から来るスリルと胸キュン満載の2人の恋の行方は、一度見始めたら止められないこと間違いなしです。いかがでしたでしょうか。今回は
ファンタジー系ロマンスドラマにスポットを当て、見逃せない胸キュンカップルをご紹介しました。どのカップルも視聴者をキュンキュンさせ、何度も見返したくなってしまう素敵なカップルでしたね。まだご視聴されていない方にはぜひおすすめですので、一度ご視聴されてはいかがでしょうか。それからこの動画が良いと思った方はチャンネル登録と高評価をぜひよろしくお願いいたします。チャンネル登録の後、ベルのマークの通知をオンにしていただければ最新の動画も見れますので、そちらもぜひよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。